こんにちはーす。中までたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。ハロウィンですね。皆さん、ハッピーハロウィン。今回はハロウィン企画と題しましてですね、フェイトさんとコーダさんとコラボをさせていただきました。自分はフェイトさんとコーダさんのコースをプレイします。コーダさんは自分とフェイトさんのコースを、フェイトさんはコーダさんと自分のコースを、プレイして、お互いがお互いのコースをね、お互いでお互いのコースを楽しむっていう感じになってます。そうですね、ハッピーハロウィンやっていきましょう。ゴーストパニックときましたか。ハロウィンテイストな感じ、ピョンピョンピョンって感じで来そうですね。で、最後も最初に戻ってきて、鍵取ってきて、鍵入ってゴールと予想。あ、乗ってたうわ、死ぬ。 1?2?3 が、あ、ボム兵ちゃん踏んで、1、2、3が、こうなってこうなって、へえ、待って待って、ルートがわかんない、ルートがあー、これ被るんだな多分。これね、一応ね、あるんすよ。みんな 1% 目標にしようってね、毎回決めてるんだよ、クリア率を1% 前後にしようって。でもね、だいたいみんなね 1% 余裕できるんだよね踏んで、クルン入れて、かぶる!で、上に行きたいんだけど、多分、そうだよね。で、1,2,3 ガリアだね。うわぁ、厳しいなぁ。パーセンテージいっぱい切るな。あ、登れた。あー、落ちちゃった。トン、かぶって乗って、あー、でも違うっぽいな。こうなって、こうかぶって、よいしょ。あー、こんな感じでいいんじゃないかな。どうだろう、違うのかな。むずい。はっ、三段ジャンプ、くるん、オッケー、くるん、オッケー。ここはそのまま、オッケーオッケーオッケー。ええオッケー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 とオッケーと入ります。入りました。は、え、待って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 、これか、これか、こいつかな。あー、ぽいな。次これ入ってみよう。このまま走って、これ取って、あー俺ボム兵が苦手なんすよ。なんで、ああいうの結構きついんすよね。オッケー。入れないんですけど。どうしようどうしよう。オッケー。問題はどうするかだよね。こう?あ、オッケーオッケー。かぶって、あれを移動させないといけないのに。入れるかな?オッケー、入れましたね。結構ギリギリだけど。あー、なるほど。中間か。土管入って、もう一回土管入らなきゃいけないんですね。三段ジャンプか。なるほど。食らいましたね。スピン!おー、反応、いい。これはそのままでいい。あー、死んだ!大丈夫、これ、次からキノコなしだけど。1,2,3 段ジャンプのフェイトを言いたいだけ。スピン、いい反応。ここはそのままで来る。下を選択。うわうわうわ、これは下だな。でも俺行くぜ、ぬるりと。ほいほい、オッケー、ほいほいほい、は、あ、最後下ジャンだ。下ジャンだったら4つでもいけるわ。よし、はいはいはい、よーし、くるん、くるん。え?一回止まんなきゃいけないのか。コラボする前にスカイプで通話するんですよ。で、こんな感じにしようみたいなやつを話し合うんですけど。オッケー。は、話す、隙がねえ毎回クリア率 1% くらいを目標にやっていきましょうねっていう話をするんですよ。で、
1% を目標にやっていくんだけど、フェイトさんのコースは毎回むずい。0.01 とかになるから、むずい。でも俺もあんま人のこと言えないんすよ。一番被害被ってるのはね、被害ってわけではないと思うけど、一番しんどいのは、多分コーダさんでしょうね。多分ね。さあ、これだよね。合ってるっぽいっすね。やってー！オッケー！お疲れー。さて、続きましては、コーダさんのコースです。出口のない、ハロウィンパーティーへ、ククク。さあ、参りましょう。謎解きなんだったかな？確か LINE で謎解きって書いてあったような。Welcome! さあ行きましょう。謎解きではなさそうですね。普通にアクションですね。ピョンスピョンスと。したら、ドクロが物々しいですね。お。なるほど。あばばば、結構難しいな。いや、普通に難しいんだけど、これ。ほっ。さ、な、これ今回3人とも間違いなく 1% 切るな。1% 切るね、これは。よいしょ。なんだと？あー、落ちる。惜しい。やばいかも。ここかな？オッケー、狙い通り。なんすか？はい。そういうことか。もう一個来るな。ジャンプして走って。はい。いけ！オッケー、ブレーキ。怖え。これは？なんか来んのか？これはあれだね。襲われる感じになりそうだね。ワンワンに。マジか。これ、フェイトさんもコーダさんも 0.01%。まっしぐらじゃん。まっしぐらじゃん。俺4色作ったんで、多分自分が得意なコース行けば、001はいかないんで、今回は俺の勝ちかな。別に勝負してるわけではないんですけどね。耐えて、いい子、よく耐えた。あ、タヌーキー。やった、中間だ。飛ぶんだな。いや、中間あってよかった。は？わーっ？なになに？こっちか。左か、飛ぶの。なんすか、もう。やめてくださいよ、ほんとに。え？ここまで戻される。あ、ここ上かな？オッケーオッケーオッケー。あ、これ一気に行かなきゃダメなんだ。了解した。尻尾は難しいからな。よく頑張った。最初に帰ってきたじゃん。あ、待って待って、お願いだから。あぶねえ。帰ってくるかな？来た。あぶねえ。ここ？え、違う。あー、ダメかな。これタヌーキーで来ることもできますもんね。あ、やばいやばい。あー、走って、あー、でもここダメだね。隠しあるかな。隠しあれば入れるんだけど、最高所からもうここの辺にはいて大丈夫だから。オッケー。あるか、あった！やった！試して正解だったな。あ、戻るとこっちに繋がってたんだ。なるほど。上にも行けちゃうんだね。確かタヌーキ、あ、やばい。うそ、やめて。しまった。最初からやり直さざるを得ない。いや、もうわかった。430秒待つわ。うん、そっちにしよう。
もう遊ぶのやめるわ。500秒。わー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 。え、敵いんのか。あ、ゴールだ。やったー。ざまあねえな、お前ら。よっしゃー。いやー、マジ500秒待つのマジ苦痛だったー。クリアタイムすごいことになってそう。ちょっと見ていきましょう。14分33。はい。お疲れ様でした。無事、フェイトさんとコーダさんのコース、ダブル、クリアすることができました。お疲れ様でした。今回のコラボでは、せっかくなんでっていう話が持ち上がりまして、コラボの最後にですね、コーダさんとフェイトさんと通話してるところをちょっと撮ろうっていう話になって、今からそれをやります。ということで、フェイトさんとコーダさんがいらっしゃってくれてます。よろしくお願いします。どうもです。フェイトです。コーダさん、フェイトさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうでしたか？唐突ですけど。コーダさんはどこ行きました？僕は、スター行って、卵行った。うん、スターはね、いやー難しかったな。嘘。俺スターに1時間ぐらいかけてた。あのね、序盤ってか前半後半あるじゃん、スターにも、はいはい、うん、前半は結構スムーズにポーンっていけたんだけど、うん、後半なんかすごい引っかかって、うんうん、クッパ倒せるんだけど、ハンマーブロスのハンマーにやられるっていうのが10回ぐらいあって、と思って、ちょお前らちょっと落ち着けみたいな。そうで、結局クリアできた時はもうゴールのところまでスター切らさずに行ったんだけど、このエリア、うん、それからファイアフラワー、うん、スター羽って4つ作ったんですよね、4パターン、うん、ねえ、星が一応3番目に難しいコースでした。卵も難しかったよ。卵が一番楽。いや、卵楽だけど、楽、ちょっとあの難しさの意味が変わってくるよね。そうですね、ちょっと違います。あの、普通に謎解きだったから、でもこれ多分俺の生き方ね、正規の生き方じゃない気もするんだよね。え、嘘。うわ、それは早く見たいわ。それ楽しみ。それを確認していただければと思います。正規ルートじゃない、正規ルートじゃない可能性があるが、しかしちょっと見てみてください。お願いします。めっちゃ楽しいですこれ。うわー、はい、フェイトさんはどちらに？ファイアのところとスター、2つクリア。あ、ファイアスターか。そうですそうです。で、最初にはファイアの方やったんですけど、ここがね難しくて難しくて、はいはいはい、やってないまだ。そう、2番目に簡単だからって、まあ、LINE で言ってたから、まあ、うん、サクッといっちゃいましょうかみたいな感じでスタートしたら30分ぐらいかかりましたね。確かにちょっと初見殺し的な感じのコースなんで、ファイヤーは確かに厄介かもしれないです。厄介です厄介です。もう最後のねクッパに苦しめられましたね。その次はまあスター。僕ね、スターがわりかし、まあ、得意なのか知らないですけど、全然死ななくて。うわー、出た。いや本当に。いや、もう得意な A 自慢だ部類やと思うんですよ、走っていくの。ああいうの多分ね5分かかってないんじゃないかなと。じゃあもう数回で行けちゃったくて、ピットさん的にはファイアフラワーより星の方が簡単。星の方が簡単でしたね。ファイアフラワーのがめちゃくちゃ難しかったです。余裕は。難かったってスター。いや、個人差だね。いや、やっぱりね、おのおのの得意不得意が。うん。で、言うと俺全部不得意になるからやめて。唯一、羽だけがどっちもやってないってね。もう一番難しいって言われたから、そう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 、まあれはちょっと行きづらいなと思ってあえてちょっと避けちゃったってのはあるけど、でも中間が用意されてるからね、唯一ね、うん、そうですね、羽だけね、気になるな。
からでもこれはまあ動画になってないってことでリスナーの皆さんにも楽しんでもらえるんじゃないかなと思います、うん、ぜひやってみてください。ぜひお願いします。今回コラボを計画してくれたのフェイクさんですよね。ありがとうございました。いやいやいや、ありがとうございました。いろいろ助けてもらってありがとうございます。またやりましょう。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひでは今回はこれで終わりたいと思います。アディオスアミーゴー。すげえすげえ、マシンみたいになってる。おお、これはすげえわ。